皆さんこんにちは。今回は7月29日から8月10日までのニュースをお伝えします。ではラインナップをご覧ください。トップニュースでは広島と長崎に平和施設を派遣した話題をお伝えします。トピックスでは品川体操出前教室の話題を、そして今回2回目となるくるみちゃんのコーナーでは小山にあるリモンスカフェアベニールを紹介します。その他ご覧の出来事をお伝えします。では最初のニュースです。区内の青少年が平和施設として広島と長崎を訪れました。まずはその話題をお伝えします。8月5日から3日間区内の中学生15人が平和施設として広島を訪問しました。平和施設派遣は時代を担う若い世代に平和記念式典への参加、被爆者の講話などを通して平和の尊さ、大切さについて考えてもらおうと毎年実施、今年で16回目を迎えます。初日は被爆者の大隅さんが当時の暮らしの様子や被爆した体験を講話。派遣生たちは大隅さんの話を熱心に聞き、講話後には積極的に質問していました。体に痛みとかそういうものっていうのは感じたんですか？その後平和の祈りが込められた平和の折り鶴を捧げました。8月6日は原爆犠牲者の追悼とともに平和を願い平和記念式典に参列。式典終了後はグループごとで平和な世界を実現させるために自分たちに何ができるかなどについて考え意見を交換しました。平和とは自然に笑顔が。また日めぐり講師の西岡さんの説明を受けながら平和記念公園をめぐり平和の大切さについて考えました。広島県物産陳列館ということで、広島県の8月8日から3日間は平和施設として一般公募の青少年5人が長崎を訪れました。はじめに長崎市平和会館で行われた青少年ピースフォーラムに参加、続いて青少年ピースボランティアの学生の案内で被爆した建造物などを見学しました。その後平和の灯火事業に参加し平和への願いを込めたキャンドルを作成。翌9日には平和公園で平和を願いながら千羽鶴を捧げ平和記念式典に参列しました。また青少年ピースフォーラムの平和学習に参加、平和について意見を交わし自分たちは何ができるかを全国から集まった青少年たちと考えました。他にも原爆資料館を見学するなど派遣生たちは戦争の悲惨さと平和の尊さを学びました。ピースフォーラムや平和記念式典に参加できたことを強く誇りに思っています。たくさんの人で平和への願いを共有することの大切さを感じました。次はトピックスです。品川体操出前教室の話題をご覧ください。8月8日品川体操の出前教室が八潮地域センターで活動しているサークルアジサイの集まりで行われました。品川体操は区民の健康増進のため平成29年6月に作成し、
子どもから高齢者まで年齢に関係なくできるストレッチを中心に構成。いつでもどこでも誰でも楽しめる体操で区民への普及のため出前教室を行っています。講師は品川区トリム体操連盟の高見さんと新井さん。参加した皆さんは講師の指導を受けながらスムーズに体を動かしていました。これからもできるように練習していきたいと思います。ぶっつけ本番だったんですけど、まず自分の体が本当に硬いというのが実感させられましたので、こういう短い時間でも続けていけたらいいなと思います。次は親子歴史講座、古文書って何だろう、和紙と藁筆を作ろうなど親子の話題を続けてお伝えします。7月29日と8月5日の2日間品川歴史館で親子歴史講座、古文書って何だろう、和紙と藁筆を作ろうが行われました。このイベントは和紙や藁筆作りを通して古文書に親しみを持ってもらうとともに、子どもたちに夏休みの研究課題として活用してもらおうと企画。両日合わせて延べ61人の親子が参加しました。1回目の7月29日は紙の歴史を学習しながら和紙を作ります。和紙作りでは紙の原料が溶け込んだ水の中に紙すきの道具を入れ、丁寧にすいていくとだんだんと紙の形になっていきます。参加した皆さんは親子で協力しながら紙すきの作業を楽しんでいました。もうなかなか体験できないことをこうやらせてもらえて、すごく勉強になりました。こんな紙を実際作るっていう体験は私も初めてだったんで、子どもにとっても初めてだったんで非常に良かったと思います。紙のことがよく分かったかなと。そして2回目となる8月5日には藁筆を作成しました。藁を束ねて紐で結び、穂先を木槌で叩いたり手で揉んだりして柔らかくしたら藁筆の完成。参加した親子は手作りの藁筆を使って和紙や半紙に力強く文字を書いていました。8月4日と5日の2日間豊か児童センターで父親のための親育ちワークショップ、パパの料理教室が行われました。このワークショップは0歳から1歳程度の乳幼児を持つパパを対象に、子育てに対する心構えを学びながらパパ同士の仲間づくりや情報交換をしてもらうことを目的に全5回のコースで開催されました。4日はピザの作り方講習会。日頃あまり料理をしないパパたちもエプロン姿でピザ作りに挑戦しました。そして5日は手作りピザで家族をおもてなしです。ピザが焼き上がったら家族のもとへ。パパ自慢の手作りピザをママたちは笑顔で美味しそうに食べていました。おいしいです。夏の味がします。トマトとバジルがとっても相性がいいです。次は品川区ハンドボールスペシャルイベントの話題など4つ続けてお伝えします。8月4日総合体育館で品川区ハンドボールスペシャルイベントが行われました。じゃあいいですか。このイベントは総合体育館が
東京2020大会ハンドボールの公式練習会場として使用されることから、ハンドボールの楽しさを区民に知ってもらおうと企画されたものです。この日は品川 CSR 推進協議会会員である大崎電気工業株式会社の所属チーム大崎オーソルが参加。競技経験の有無にかかわらず、子どもから大人まで楽しくハンドボールを体験しました。また慶応義塾大学ハンドボール部とのエキシビションマッチも開催。ハーフタイムには品川学院エンタ部の子どもたちが品川区の PR ソングプロミス品川にきっとの曲に合わせてダンスを披露しました。でボール遊びすることで結構子どももなんか普通にやりながら選手とやってて楽しんでたので、もっと増えてほしいなとは思います。8月4日から6日まで品川区堺市区民交流ツアーが行われ、区内の親子17組40人が福井県堺市を訪れました。初日は三国サンセットビーチでビーチバレーボールを体験。続いて東尋坊を遊覧船で巡りました。2日目は宿の近くを流れる川で川遊び、手作りの水鉄砲で遊んだり生き物を探したりと清流ならではの遊びを楽しみました。また堺夏祭りに参加。堺市の大雪被害復興のため品川区のボランティアが募った義援金を届けたほか、品川音頭を堺市民と一緒に踊りました。8月4日と5日の2日間西大井広場公園で品川納涼祭が行われました。このイベントは双葉中央商店会の主催で毎年開催。今年で38回目を迎えるこの季節恒例のお祭りです。会場には多くの模擬店が軒を連ねたほか、東北復興支援として宮城県石巻市の物産を販売。初日には浜野区長が会場を訪れ、この祭りを通して人と人のつながり、地域と地域の連携がますます深まることを願いますと挨拶しました。楽しい休日したひとときをお過ごしいただければ幸いです。日が落ち始める頃から盆踊りが始まり、太鼓の音が響く中、矢倉を中心に子どもから大人まで幅広い世代で踊りの輪ができていました。8月5日、五反田駅周辺で五反田夏祭り2018五反フェスが開催されました。このイベントは五反田中通り協栄会と五反田駅前商店会が主催。五反田の魅力を伝えたい、地域の皆さんに外国の文化に触れ興味を持ってもらいたいとの思いからスタートして、今年で5回目を迎えます。会場には浜野区長も駆けつけ、みんなに愛される五反田を一緒に盛り上げていきましょうと挨拶。合わせて五反田を盛り上げていただきますようにお願いいたします。メインステージでは世界各地のダンスが披露されるなど、国際色豊かなイベントとなりました。次はくるみちゃんのコーナーです。認知症の人と家族を支えるために活動している品川区の認知症対策普及啓発キャラクターくるみちゃんが区内の認知症カフェを紹介します。品川区では認知症になっても安心して暮らし続けられる街づくりを進めています。認知症の人や家族、地域住民、医療や福祉の専門職の方など、誰もが気軽に集うことができる場としての認知症カフェ。
くるみちゃん、今回は小山にあるリモンスカフェアベニールにやってきました。1、2、3、4。リモンスカフェアベニールは小山6丁目町会が運営し、毎月第2水曜日の午後2時から4時に開催。町会が運営するアットホームな認知症カフェです。高齢者と一番接してる人は誰だろうと考えたときに、民生委員ではないかと。しかし民生委員だけの力ではどうしようもないので、町会を担ぎ出し、そして町ぐるみでやっていこうということが発想です。そして民生委員がやはり主体となって町会のバックアップをもらいながら、スタートいたしました。私どものカフェの特徴は、3つの言葉で出かける、しゃべる、食べるという言葉が認知症の予防になるんではないかということをメインのタイトルとしております。それ以外に軽いストレッチとか、それから各専門の人たちを呼んで認知症サポーター講座、かつそれから成年後見制度について、それから地元のですね、歯医者さんに歯の健康というような、やはり専門の方を呼んでですね、皆さんに認知症の勉強をしてもらう。さらにまた今日やったと思うんですが、水戸市が作った学びながら楽しもうという認知症すごろく、そういうものを今後とも行っていきたいと思っております。今後はですね、やはりこれを続けていくにあたって、飽きられない、楽しいカフェ作りをしていこう。2つ目はですね、やはり一人住まいの高齢者の方、特に、男性の方が、こちらにお見えになれるような、ことを考えなければいけないと思っております。品川区内には定期的に開催している認知症カフェが16カ所あります。物忘れや認知症について困りごとがある方、認知症の人や家族を支援している方、認知症に関心のある方など、どなたでも気軽に参加できます。認知症カフェについて詳しく知りたい方はこちらまで。今回のニュースは以上です。次回は9月1日から特集で戦争の記憶を伝える企画展の話題などをお伝えします。8月は特別番組と区からのお知らせの前に品川音頭の踊り方をご紹介しています。引き続き品川ホットホットお楽しみください。品川ホットインフォメーション。地図